呼吸を整えて、目標に集中。距離1150メートル、風は東北東から15ノット。温湿度による誤差を補正。できればそういったいたずらはご遠慮いただけますと、照準が乱れてしまうので。邪魔ではなく、実戦に近い状況下での狙撃訓練ということですよね。 SRT でも似たような訓練をしたような気が。
Thank you.
Thank you.